大田区立大森第六中学校は、東京都大田区南専属一丁目にある区立、中学校。地域には六中として親しまれている。大田区立大森第六中学校は、昭和22年5月3日、専属池の阿ぜの継承地である幕末、維新の功労者、かつ改修の別邸跡地に建てられた、中学校である。平成23年には、ユネスコスクールに加盟した。 その翌年、平成24年度、ユネスコスクール最優秀賞を受賞した。また、大森第六中学校は防災にも力を注いでおり、平成24年度には、大田区学校防災拠点事業モデル校に選ばれた。近くには、専属池があり自然に恵まれている。平成22年度23年度は、大田区教育委員会研究推進校として、 東京工業大学及び玉川大学と連携して夢と希望を与える課題解決能力の育成をテーマに教育活動の向上を目指して県極む実践に取り組んでいる。グローバルな中学校としてさらなる飛躍をごするため本校はユネスコスクールに申請し加盟校として活動している。ユネスコは e s d を推進する主要機関でありこのテーマに沿って 多様な活動を行っている。毎週金曜日の専属池清掃や落葉清掃、朝の挨拶運動等を生徒会で呼びかけて定期的に行っている。小・中連携教育を進めており、交流、接続、支援をテーマに様々な実践をしている。人権尊重の視点に立ち、人との関わりを通して、死いやりの心や、 そして豊かな人間性を育成するための機会として修学旅行を捉え実践している。次のような学習活動に力を入れている。近隣地域の美化活動や災害時に向けた募金活動などのボランティアを中心となって行う団体。駅周辺の花壇整備なども行っている。自然科学部と協力し行うホタル復活プロジェクトは地域のメディアでも取り上げられている。 学校全体で、ボランティア活動を啓発するため、ボラピー、ホタルンと呼ばれるキャラクターも存在する。東急池上線専属池駅下車、東急大井町線北専属駅下車大卓立、大森外六中学校。ありがとうございます。